こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。2014年、12月の7日の、日曜日ですね。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。もうちょっと笑い止まらないんですけど、ガンバ大阪優勝おめでとうございますやりましたよ。ほんま勝ち点14からの差ってすごいっすよね。ほんまに今回ほんまびっくりしましたわ。で昨日ね、もうまあ昨日も仕事なんで、昨日もちょっと忙しかったんでちょっと見れなかったんですけど、ちょうどねお客さんがちょうど後半のだから40分か、35分ぐらいですかね、ぐらいにちょうどお客さんが15分ぐらい空いたんですよ。15分か20分、15分やったか20分か空いたんで、さか40分なのかな、40分なので空いて、でもうそこでワンセグでパッて見て、ほんだらまあ同点なんですよ。同点と思って、ほんでなんか卓球場のあれ聞くと、鹿島が負けていて、鹿島が負けたよな、鹿島が負けて、ほんで多分名古屋も負けてるって言うんだかな、名古屋も負けてるって言うとったんですよね確かね。鹿島が負けて浦和も負けとったんですよ、多分40何分や、そうっすよね、そうもう負けとったっていうのを聞いたんで、なんとかいけるかなと思ったんですけど、やっぱ点取らないとやばいじゃないですか、やばいんで早く点取れと思ったんですけど、でも結局もう残り時間少なくなったら、なんかなんか遠藤が要はベンチ見て、ほんならベンチが OK 出してなったかな、丸出してなったかな、なんか言う、なんか解説書いたら言うとったんですけど、ほんでも要はもう後半ロスタイムなってから攻めなくなったんですよ。でも確かにね、微妙なんですよね。攻めてカウンター食えられたら怖いですもんね。俺、浦和自体が負けてるって言うんで、多分ね、浦和が負けたら、浦和が同点でも多分ガンバの勝ちなんですよ。なので多分、要は、攻めるなっていうことやったんですけど、もう、で、試合が早く終わったんですよ。終わったんで、なかなかね、結果出ないじゃないですか。結果で出た時はまあまあお客さんもいなかったんですけど、ちょっと叫んじゃいましたねめちゃくちゃ、でもほんま、とりあえずね、僕仕事があったんで、もうその優勝する瞬間、もう試合も見られるの分かったんで、優勝する瞬間とかも見られんなと思ったんですけど、ほんま瞬間だけで、まあ瞬間ですけどね、まあ、10分ほどなんで、10分か15分ほどなんで、瞬間だけなんですけど、瞬間だけ見えただけでもほんま良かったっすわ。ほんまにですよ。めっちゃ嬉しいっす。でもね、今回ね、初めの頃で去年 J2 降格したじゃないですか。降格したんで、ほんで初めの時で負けまくっとったんで、うわぁ、僕またその降格の2文字が、降格の2文字がなんかすごい僕の頭の中で、まあなんかガンバファンはみんなそう思ってるんでしょうけど、ほんで勝っていったじゃないですか。俺勝っていって、でアジアチャンピオンズリーグは狙える位置まで行ったら、なんとかチャンピオンズリーグ頼むみたいな感じで、ほんだらなんかね、優勝争いもなってきたんで、今度は優勝争い頼むみたいな感じやったんで、まあでもポイントはやっぱ浦和に勝ったのが大きいですよね。浦和に勝てんかったらここまでならなかったんで、ね、浦和に勝って結構精神的ダメージを与えたのが、今回浦和が勝てなかった、その最終戦節に名古屋に負けたっていうのがかなり大きく感じちゃいますかね。まあまあ、でもほんまなんかそのドキドキしましたわそのねえ、ロスタイムになって乱してさやから、さあ10分ほどか、10分ほどずっとドキドキしましたね。ねえ、点入れられても困るし、向こうも手入れても困るし、ほんまドキドキしましたね。
だからね、まあ、今回の、まあ、僕なりのあれですけど、僕なりのか勝手なんですよ、勝手な MVP なんですけど、僕はもちろん宇佐美とかパトリックのおかげってもあるんですけど、一番下からなったのはやっぱり東口君ですよ。東口選手ですね。東口選手が入ったおかげっていうのはあると思います。それでだいぶ安定して、で今回もデータさっき見たんですけど、新聞読んで、ほんだら最高得点で、最低失点なんですよ。でそれが、両方とも1位っていうのは初めてらしいんですよ。だから東口さんが選手が入ったおかげだなと思います。ほんますごいっすわ。ああ、まあでも、なんとか優勝してくれて、よかったです。ガンバ大阪、おめでとう！もう選手も、スタッフも、ファンとかも、みんな感謝です。ありがとうございます。そしたら、竹の一人朝礼ですか。昨日は、まあ、さっき今言うたみたいにちょっと仕事が忙しかったんで、動画を1本作るしかできなかったですね。なので、まあ、今日も多分日曜日なんで忙しいと思いますけど、リストーロの改善と、まあ、ブログを2つ作るですね。以上、竹の、一人朝礼でした。ガンバ大阪優勝おめでとう！